はい、上杉高島のニュース、リテラシーなんですが、今日はね、9月24日木曜日、午後1時17分です。ちょっと立ち寄り先のところのカフェで、カフェって言っても、タリスですね。今、5分ぐらい時間が空いたんで、リテラシーやりたいと思います。今日はね、取り上げるニュースというのは何かというと、竹中平蔵さんが、昨日の報道1930というんですかね、12時30分でベーシックインカムを紹介したと。で具体的な例として、月7万円を国民全員に渡すということで、結果として社会保険料他の厚生年金、国民年金などもなくなる。もちろん生活保護費も、なしにしても一括して、ベーシックインカムにするということなんですが、これに関してね、ネット上では相当批判が来てます。7万円で暮らせるのか、そんな少ないのはおかしいじゃないか、お金のない人のことが分かっていないというような批判、これで結構な知識人からも来てるんですが、私はここは、この竹中さんのことに関しては賛成です。月7万円の国民全員普及だと、これね、共産党だったかな、宮本徹さんが100兆円必要なんですと。これ実際そうなんですよ。事務作業とかね、そういう行政管理除くと100兆円弱必要でした。というのもね、1回ね、8万円で計算したことあるんですね、昔。1人当たり8万円で、そうするとね、ちょっと多いので7万、ぐらいだといけるんじゃないか。実は何で計算したかというと、2016年の東京都知事選出馬の時に都民全体に与えるとどうなのかということと、限定的に支給の仕方をするとどうなのかというのを結構シミュレーションしたんですよ。それからまた2018年の中国朝鮮の出馬の時も、中国民15万人、約15万人にベーシックインカム導入すると2034億円の当時のね、1年間の収支でこれが可能かどうかという計算したことがあるんで、全体、国民全体でも計算したことがあるんで。でね、ベーシックインカムを導入するというのは今回のコロナのこの検討で、現実味を帯びているわけですし、スペインなどはね、国全体としてやりだしたということもあるので、議論が起こることは非常にいいことだと思います。そしてまた竹中さんのように、具体的にね、7万円と、いう数字を出すのは非常にいいんじゃないかと。で、一つ、そのいわゆる7万円で生活できるなという批判に関しては、これちょっとなんか間違えてんじゃないかなと感覚を。ベーシックインカムは世帯じゃないですかね、個人ですかね。つまり4人家族だったら4728、1ヶ月28万円です。これ生活保護費を、当然ながら上回ってますし、例えば5人家族だと35万円ですね。これ結構暮らせる金額ですよね。平均年収を超えてますから。3人だとしても3421万円です。これはね、決して悪い話じゃないと思うんですよね。私もね、非常にお金のない時代もありましたし、実家自体が一時ね、生活保護などを受けてた家庭でもあるんですが、その時に考えれば、イコールじゃないですけどね、時代的に35万円といったらもう、当時の生活費の3倍ぐらいあったんじゃないかなと。3倍も大げさか、2倍ぐらいあったんじゃないかと思います。非常にね、そういう意味では7万円よりもう少し下げても、現実的に可能なんじゃないかというふうに思います。これ次女、共助、公助の部分の、これ全部に当てはまるところじゃないかなとも思うんですよね、人によって。で、これなんでこんな批判されてるのかなというところをちょっと今日は言いたいんですが、単純に何を言ったかではなくて、誰が言ったかでニュース判断をする日本のメディア、マスコミ、知識人のリテラシーの低さが問題です。
これ竹中平蔵さんが言ったというのを除外して考える癖をつけなきゃいけませんね。7万円で発揮してできるかどうかと、これ議論しなくちゃいけないんですよ、ここから。で、ここから議論して、それで、それが合理的なのか、あるいはもう少し増減できるのかというようなディベートが始まるのがきっかけなのに、おそらく竹中さんもね、そういう意味で振ったんだと思いますが、いきなりね、批判から入っちゃうと、ここで議論が終わるわけです。まともな議論なのに。じゃこれが山本太郎さんが言ったらどうなのか。で、7万円、月7万円、どうですか、皆さんって。いやいや、山本太郎さんもベーシックインカム言ってますから。そしたら、今反対している人は大抵賛成しますよ。つまりそのレベルなんです、日本のマスコミも、知識人も。だから、竹中平蔵さんが言ったうるんじゃなくて、7万円という数字で実際可能かどうかというのをここから、きちんとね、議論していくと、こういうようにそれぞれのリテラシーを高めていただきたいと思います。上杉隆のニュースリテラシー、今日はね、竹中平蔵さんが昨日発言したベーシックインカム7万円、これについてのぜひ、その報道のあり方について、考えるきっかけを、皆さんで一緒に考えてもらうということで、まずテーマを挙げました。アジェンダ、アジェンダを、行ったということで、これから皆さんね、一緒に考えていきたいと思います。竹中さんにはまたオペドなどにも出演していただいて、直接お話を伺いたいと思ってますので、改めて出演依頼をさせていただきますので、竹中さんよろしくお願いします。それでは、チャオ。